やっほー、にゃんころもちだよー。というわけで今日もね、ジェンレスゾーンゼロをやっていこうと思います。今日はね、録画でしていきます。ちょっとね、猫子ちゃん、お休み状態ですね。なんか理由があるわけでは特にないです。やっぱ自分的な、体調的なものを鑑みて的な、あれです。というわけでね、猫又ちゃんのショーがこれで終わるかなと思うんで、ちょっとね、やっていきましょう。ここのエーテル濃度にもだんだん慣れてきたぜ。入ったばっかの時はあんなに居心地が悪かったのにな。ビリー相変わらずかっこいいね。ちょっと、厄介なエーテリアスに会わなかったからって油断しないで。どうせチユヤスに当たるんでしょう。さっきのたた極力音を出すなって。あたし口を酸っぱくし、少しは猫股を見習いな。あの子ならデッドエンドブッ。猫股を踏めてる。実のところ猫に旧姓ありって。待って、みんな途切れてるという。まさにこの辺りでデッドエンドブッ。もうやっぱりに出会うなね。あいつの痕跡っぽいのがあるなら、猫またキャロットで赤がぐできるにはできる。一刻も早く家族の形見を見つけ。ほら言うでしょ。ふみゃ、どうしたのよ今。 あっちの方に。はあ、何。子供がフォローに迷い込むケースは確かにある。ねえ、でも怪しいな。私たち誘い込んだんじゃない。最短ルートを本当に子供を見たんだ。青い服を着。本当かな。子猫ちゃんが猫また仮に子供が実在。それはあなたの当初の依頼。それどういう意味。ああ、ただ働きの心配をしてるの。子供を探す分。それならあなたって。え、子供なんて放っておいて、片身探しがニュースにゃとか言わないか。ヒヤヒヤしたが、子猫ちゃんは優しいな。ビー、なんか、どういうあれなのかわかんねえな。猫また、あなたが子供を助けるって決めたなら。アンビー、せめておく。全くしょうがないわね。まだエーテル適性が安定してない時期だし、自分の身を守る力だって。子供はなくって倒すとか、そういうパターンはやめてほしいな。今すぐ追いかけようぜ。ちょっと子供はさすがにためらわれるので。フォローの中では、時空が素早く変化してる。そうなんだ。猫また。時間も感覚が違うんだな。なんて、私ったら、今更何考えてんだろう。元ちゃん、どうしたんだーいってなるねー。てか、よく見たら、ニコちゃんは、ニコちゃんね、ニコちゃん。あれなんですよ、不幸なことが起こったような痕跡はないけど、早くあの子を見つけて。あれ、袋がね、よく見たら、太ももの内側にもあるんですよ。それ、何が言いたいかっていうと、運営の新しい壁を感じるっていう。ほんまね。あれ、めっちゃ強化したはずなんだけどな。大丈夫かな。あとは私に任せて。もう一件。この時の戦闘能力って決まってんのかな？わかんないな、ストーリーな。ストーリー上のやつだから。わかんないね。ああ、見えなくなった。確かに猫の動体視力は普通の人間より数倍いいっていう。もう、ビリーも四角いにと強化してるのが、やっぱ強化人間か。いや、もう、この、すべすべ近いだけど、ね。ジャケット着るのはかっこいいよね、なんかこう。増えてきたと思う。さっき出くわしたエッチ。そう言われてみれば。このままじゃ人探しどころか。ロボでジャケット着てこう、かっこいいよね、やっぱり。猫また。
本当はフォローの中は常に変化し続けてるんだぞ。なるはやで目標に置いて意義あり。バデッドエンドブッチャーに遭遇した場合に何が言いたいの？別に人を助けそういうわけじゃない。あ、そう。さっきから聞き捨てならない。私が本気を出せば予備燃料を使ったビリー、アンビー、そいつは俺も。よし、じゃあ望むところよ。なんかうまくもせられてるけど大丈夫か？いや、猫股が強いんだよ、だって。キヨキヨキヨキ、猫股がなんて強すぎるような気がするんだよな。気のせいかな。いや、猫また強くない？ねえ、なんか優遇されてる感があるね。へばって、てかそういう感じなのか。肉球なとこだけピッピッですよね。いや、わかってますね、これは運営さ。やはりさすが、ウユバース。ここまで走れば追いつけると言いながら。どういう意味？まあまあ、今は休めるうちに休む。てか、近くでもうすぐ爆破解体が始まるんだよな。あの映画が本当なら、突如としてそれは姿を現す。幽霊なんて、心配しない。もう幽霊かもしれんぞ。まったくもう、ほら、もう十分休む。おい、ちょっと待った。ほんとや、子供おる。ほら、あそこ。子供は本当にいたんだ。よかったっていうわけではないけど。嘘、どうなってるの？まさか。いや、逆にお前が驚くんかいって言われやけど。早く来てくれ。あの子はすぐそこだ。ドーンとからも2回。いや、このポンプはなんかやたら強い気がするんだわ。え、ちょっと、どこか。ちなみにこのゲーム、回復キャラ、いるのかな？やっぱ、いるんだったらいるよね。フリパンご飯食べるとかね、原神みたいに。ちょっと心配になっちゃうね。インチピ管理がね。これでもじゃあ、まだまだいくぜ。めっちゃ母ゆるやん、子供。もう大丈夫。殴られた。柔らかいのか、そこ。何言ってるのよ。私を助ける客で、なんであいつの縄張りをうろうろしてたの。私がここまで連れてこなかったら、あいつと。はぁ、何ですか。余計なことしてくれたわね、今頃。なんか音がするぞ。何なの。エーテリアス、あれがデッドエンドブッチャー。うわ、でけえ。あれから逃がしてあげたつもりなのね、子供は。フォローの出口だ。あの子、スリル。はあ、みんなが落ちてくるパターンね。よかった。ニコの。もう、なんでまた。猫また。こんだけ骨を。ニコの親分、聞こえてるわよ。もうちょっと。そうじゃなくて、ほら、いっぱいおる。待って、ここって爆破エリアでしょ。え、爆破エリアなのに人がおるな。何人ですって。少なくとも100人は。100人はいるのか。
俺とアンビーは話を聞いてくれた人たちを。ビジョンは確か何、それがあれかな、あの不老者じゃないけど、そういうのは別に人間じゃねえじゃ扱いなのかな。やべえ、真っ黒じゃん。なん、サスキはないってぷわ。たちは都市の方から来たそうだけど。失礼だけど。ああ、さっきフォローで女の子、小さな頃からおてんばな子でね。昨日ジアンカンさんが迎えの時間を教えてくれなかったもの。おばあさん。そうさ。ああ、なるほどね。確かジアンカンさんは。いやいや、絶対うせやな、子で。親や年寄りばかり。いえ。おかしいよ。住民の避難は一大事のはずよ。それに治安局がこのプロジェクトに関わる。お嬢ちゃん、あなたたちを止めた治安官はに、それだけじゃない。ビジョンはより低いコストを武器に落札に成功したって。なるほどな。地下と技術、人材、資金だが、腹から住民ごと爆破して解決するつもりだったら以上に見せられたってことだね。このプロジェクトを踏み台にしてトップス財政ユニオンにのし上がろうとしてた。そんなのひどすぎ。ニコ、まあもう、探し物のためにデッドエンドフォローに入るのも、そのついでに迷子を助けたりはどう。俺は親分に従う。自分でも意外だけど私は残る。これは私にとってのチャンスだから。そう、あんな大企業とマック最高に。相手はあのビジョンコーポレーションなのよ。ビジョンコーポレーションと戦う感じやね。まずは早く金の玉、ほら突っ立ってないで早く。猫股、あんたはここに閉じ込められた人たちを助けたいんでしょ。ある場所に行って。あ、それでこう主人公のここに来たのね。ひとまずコーチとして私の任務は、ニコたちと別れた後、嘘はついてない。ニコもバッ、胸がいっぱいと。猫また、あんたの言うことは信じるよ。ただ、ああ、住民たちを全員救い出すとなる。今さら私を試さなく、なんとしてでもみんなを爆破エリアから救う。分かったよ。それなら早速救助計画を考えよう。無助計画ね、どうするんだろう。ジャトヤと住民たちは現在、なんか爆破のあれを入れ替えたけど、どうなんだろうね。だけどパールマンは住民たちを閉じ込めるために。そういえば僕たちが送らせた列車がそろそろ目的地に。うん、私たちね、ほら、閉じ込められた住民たちは監視拠点の兵士も無限じゃないでしょ。なるほど、フォローを通って背後に回れば。ナイスアイディア。急いで監視拠点の列車を奪ったら、フォロー内の線路を使ってカンバス通り駅まで向かうの。なるほどね。住民たちには最初から駅のホームで待っててもらうわけ。あったまいい。きっと列車自体にも侵食体制があるはず。あか、列車を奪ってフォローから脱出ってことね。すでに最よし、準備が整ったらすぐに行動を開始しよう。猫また、ポンプを連れてって。うん、悪を決着をつけるだけだ、最高。いや、そのための準備はしたから大丈夫だよ。これ、つがい。大丈夫です。そのための準備はしてきました。動力社会。ん？ねえ、どこ行けと。ああ、お兄ちゃんに話したらいいのね。よっしゃ、行こう。そのために入れてるアビは済ましてきましたわね。あ
怪しい子猫による、スンキュイアイ春生を演出。よっしゃ、行ってきましょう。あれ？これできてないね。なんかばできてない。発生詳細。観測データを3個収集する。ぷぷぷぷ、こういうのもあるのか。15、15、15。ね、お試しモードではエンジンと、これはお試しモードなのか。あ、もう通りで強化した無理、なんか、ねえ。レベルいってーな感じするなーって思ったら。なると余裕ぶっこいける場合じゃないね。ありがとう。いやいや、それにしても。確かに確かに想定外のこの声はいましたよ、皆さん。お待たせ。なるほど、列車を止めて爆破。どうやらビジョンは、でもプロ騎士の言ってたプランはいいと思う。おばあさん、さっきの救助プラン安心しなさい。ええ、お願いね。あ、ニコ、マキ人聞き悪いわね。猫股にとってはそのあたりのことなら知ってる。え、ほんと？本当？もう解決したね。何せ、もっとも関ヶ組も昔は随分違ったんだよ。当時は孤児たちを引き取って戦い方の他に読み書きも、あ、昔とだいぶ違うんだね。故郷を守ると言ってたのに、あのシルバーヘッドって若造、数年そんな様子を見てられなくなって組を抜け、私らは今の関ヶ組と関わりはないし関わりたくもない。どうしたんだい？おじ、そこじゃなくて、シルバーヘッドは治安局に追われてフォローに落ちたの。ジャトヤにく、うん、コレコちゃん、いや依頼人さんは誤解を解こうとしたんだが、その悪い、確かに俺たちは、そんな猫股、気を落とさないで。コホン、今回の件は確か畳探しの、とにかくこの話さ、しゅすごいうまいことを動かした感じになってるな。順調にたどり着いたね。ビジョンの監視、列車もその近くに、ヤブヘビになる、あらかじめ抜け、それがあの場所。よし、行きましょう。さて、そろそろ行動を始めようか。よっしゃ。わあ、吸い込まれる。絶対に成功させなきゃ。うまくいけば監視拠点を回り込めるはずだ。さすがファイトン、用意周到ね。待って、まだやらないといけないか。ドアの情報を解析しました。残念ながら施錠機構が知能化されていない。おう、これは自力で開けないといけないタイプ。いない。おお、意外な収穫ね。イエーイ。ここでしかできないから、もうね、気にせず使っていいけな、分かったからね。ならもう進むしかないのか。まあいいや、今度届くよ。すぐ。よかった、抜け道計画は順調に。順調でございます。はい、うわー、なんかに当たった。敵がなんか、まあいいんじゃないの。さあみんな、作戦目標は至ってシンプル。列車奪ってそのままジジャカル以上。オッケー、了解。はい、行きましょう。なんかビート刻んでる。いや、
多分大丈夫よ、アンビー。あ、そういうあれのビートやったね。でかなるね。うん、腕がなるね。相変わらずやる気は十分だね。よし、それアンビー選手入場でございます。スパー一方かね。な、何者だ。しまった、敵中だ。敵中じゃあ勝ち込め、勝ち込め。こいつらを倒してホローを出たら列車を奪うわよ。後ろから撃つなんて卑怯だった。遅い遅い遅い。うん、急にうんと進みますわな。わ、なんか壊すやつある。リプレイプレイの死ぬ時や死ぬ時や。からの終エンドじゃ。まだまだ敵が残ってる。あ、危ない。うん、チェイ。まだ来る。オッケー。ダルマのおっさん。わ、ダルマのおっさんはここにおったか。こいつも連れてって。アンビーとビ。お前たち。させんぞ。連中が撃たれても構わん。警告、予定ルート上ロス小規模な爆発による線路の損壊を検知。そんな、ニコまずいよ。なんですって。パールマン長官、ご安心を。モンタって、お前、このバカタレが。スラムの連中だけでなく、わ、ニコ頭悪すぎてショック。大丈夫か、部下。ダルマ、パールマン長官、列車付近で負傷者も出ておりますが、人数や物資の面では侵入者は今列車の運転室に。え、この歩道になんか連中大丈夫か。パールマン長官、突入はするな。私はよく聞け、絶対に動くんじゃないぞ。これあのさ、しばらくは攻撃してこないはずよ。そう、これがず、おいおい、うん、あんたのことを笑ったわけじゃなくて、私の家族の。これって写真？実はあんたたちを騙してたんだ。関ヶ組に片身を奪われたってのも。なんとまあ、関ヶ組には理想があった。だけどあんたたちが聞いた通り。うん、こう、なるほどね。どんなに組に失望しても、シルバーヘッドがホローにおびき寄せられて死んだと聞いて、私は子供を助けるためにフォローを駆け回ってくれたり、結局関ヶ組は誓いを破って守るべき人たちを見捨てちゃった。覚悟はできてる。安心して、パールマンって切り札もあるし。大丈夫かな。猫また、ネアンビー、ビー、ダメだ、ニコの親分、この車両、ま、あ、もう静かに。はっきり言ったで、今から私はあんたたちのボスを連れて、武装部隊は封鎖を解いて、あんたたちのボスは私が預かってるんだ。ニコ、やった。よ、あ、もう車両。フェアリー、依頼人の現在地。依頼人はどこにいるんだってことは。そうだとしても、
住民ビジョンは人命を踏みにじるような毒図なんだから。でも列車に乗せるプランが失敗したら、したらいいかな。味方をファイル必要バール。なるほど、さすがは。どういう、実はね、ニコ、カンバス通りと新エリート、この二つは、つまりフォロー自体を縮小させることさえできれば。そうか、その手が。つまりやっぱりフォローの規模を効率、ドス敵をぶっ倒さないといけないんだね。状況下においていっそ、あの出てて俺には何かあったら。ああ、でもなんともある。なるほど迷ってる時間。なるほど、エーテル爆弾でボッコボコってことね。最後はいいじゃん、行きましょうよ。これでよし、今回はビジョンの特製爆薬を使う。在庫は全て。あ、これを全部回収してからってことね。いい考えだね。列車の上も通れるのか、一応。コインゲッツ。コインゲッツ。シュシュシュン。封鎖されているな。なんだよ。あ、これ、あれか。うまいと。やっぱこれが回復なんだね、あの多分。ガンポイ、ん、ドン、ドンっていうな。うんた。すごい優しいパズルで助かります、はい。ねっと、ポーナ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 、ね。注意、猫宮マナの生体信号。なんだって。僕の中ステージではどこにいるんだ。めちゃめちゃ動きもあるやん。一人で倒しに行くつもりかな。どういうことだ。詳しいことは小娘はさらに。ここの責任者を出せと言ったらしい。あんたが今の責任者？私のよ。簡単に言ってくれるわね。それ以前にあなたは誰？おっと、じ、何を隠そう、あたし。そうだ、こんな筋書きはどう？関ヶ組の残党、今は亡きシルバーヘッド猫宮マナオ。自分を犠牲に幕を引くの。首相？どこにも属さない私。この取引で今すぐメディアに連絡して全てを公表。安心して、中身は実験中、親切で教えてあげる。残念ながらパッ、え、パールマンさん、そんなに役に立たないの？なるほど。急がないといけないね。当初の計画通り。私たちはデッドエンドブ。その通り。爆薬列車は僕たちに任せて。了解。じゃあ、私たちは行きましょう。もう、みんな去っていった。よし。僕たちは、爆薬列車の運転にとる。なんでここ入れないんだろうね。ちょっとわかりませんね。もうできることもないしに、ね、行くしかないに、ね、まあまた来たらいいかぐらいの感じで。列車の制御を手に入れた。はい。メガバクバ。わけでね、で、ここはなんか。わあ、戦闘じゃあ。さあ、ロフトに戦い行きましょうか。あのデカボツはここに？でかいのはいないわね。チビばっか。身を潜めてるはず。デカボツなのに身を潜めな。
けっけなんだ。雑魚たちが逃げてく。来るわ。デカブツね。BGM。ああ。映画なら悪役の BGM が。安心しろアンビ。俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。悪役相手にルールは無用。開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてね。後ろ。うわ、後ろからなんか飛んできた。俺の予想を読まれた。大バカ。エンドロールが流れるとこだったじゃない。さてはスターライトナイトのファンだな。めちゃくちゃこいつ頭いいじゃん。てか叫べるんかい。言う、こいつはやべえ。ちょびっとだけだが後悔してきたぜ。リリー集中して。うわ、黒騎士が来るまで持ちこたえればこっちの勝ちよ。うわ、うわ、光栄に思いなさい。うわ、必殺技でどうよ。アンビー下がって。お、一段階目ってやつかな、これ。ありそうだな。ね、なんかこう、2番対2段目、ありそうな気がしませんか？まあ、ほら、やっぱり。なんか、えらいスッキリ終わる止まったら。天井はまだか？敵は疲弊してる。あと少し耐えれば。無理してきた。え、めっちゃ強くね？弾けんのが綺麗に。見て！クロスファイア。そんなに痛くしないから。スターライトグローディン。集中だ。もう大丈夫かな。これでどうじゃ。さすがに第3弾はないでしょう。参った化け物。サプライズよ。めちゃめちゃかっこいいな。おお、ぶち当たったね。いい感じに。はい、空気中の電荷を測定します。ギリ、任せろ。おお、B、かっこいいじゃん。到達まで残り4秒。3、早く、2、1、0。え？ん？え、何も起きない？こっちに返してきそう。やり直します。秒3210。おー、よかったよかった、成功した。びっくりした。第3弾あるんかと思った。そうか、パールマンはただの相手。どうしてビジョンにとって大事かどうか。ねえねえ、なんだこいつ。それはこの小さなおもちゃ。そんな、まあ、私からもさようなら。サラ長官、爆破のか、ええ、ご苦労。待てよ、フォローに。ビジョンは命を軽んじたわ。ビジョンを倒すのよ。ビジョンの手は血まみれだ。その体の隅々はいつも。おお、そうだそうだ。封じられると。ニコ、あら、バクでも
それで全てが公になるなんて命令よ。そ、あの女本気だぞ。あの女本気だぞ。何の音だ。速報、速報です。あのビジョンに重大な人命軽視が発覚します。情報を受け、本局の記者の金になるやつだったら何でも言うな。入り口付近の爆破、現在治安局の部隊は現場を封鎖しており、もうなるほど、治安官を装った不審者を多数確保したとのことです。さら長官いえ、治安局だけではありません。白技重工もいます。彼らはメディアを多数連れています。これ以上はビジョンがおとなしく交渉に応じるわけない。さすが競合他社、行動が。サラ長官、サラ長官、報告。あ、逃げた。他の容疑者は全面的に降伏、住民も全員が無事です。治安局が言ってるわ。後で俺たち生存者の情報を集めて治安局。うわ、一人でコソコソしてたから。それは、いいえ、あなたはビジョンを罪に問うための大事な証拠。罠にかけようとした。あなたは、え？自分の食事代よ。前に言ったでしょ。スターライトナイトのレストランが嫌だって言ったから、ビリーのおごりじゃないけど。待って、大事な顧客だから盛大におごるって言ってた。それに、私はそもそう。なら正式。店長たち、プロ騎士兄弟も来るぜ。もう好きなだけ食べ。私これ泣くやつやん。好きなだけそばを食べていいなら、ちょっとこれをサムネにしよう。ちょっと待って、これがいいな。無理しよう。はい、スクショ撮りました。これがいいね。今日の名言これですね。ねえ。とにかく猫股と関ヶ組の間柄のおかげで、もう関ヶ組がちょっかいを出してくることはないわ。それと組員から聞いた話だと、彼らは金庫争奪の件に関わったとはいえ、そのデドシルバーヘッドは研究所で金庫を手に入れる依頼人、謎依頼人か。組員たちにも詳しく話していないみたい。まあね、奪った。待ってくれ、僕の聞き間違いか。ニコ、これ以上私、ちょっとやめてよ。確かに最近はそもそもあの金庫は手がかりがなさすぎて調査が難航してるの。それにせっかく助かった住民たちのために慰謝料を勝ち取ってあげたい気持ちもあるし。ニコ、道徳を盾にすることを覚えたんだね。道徳を盾にする。そういえば、あのやっぱり言ってしまったんだ。にゃにゃーん、ごねこ、はい、どうぞ。ネポマタがくれた写真、ビジョンによる爆破の危機を阻止した。あ、で、放題に行った時。まあ、ゆっくれてるね。なんだ、そのポーズ。お前、すっちゃけてんな。会議を見た時は、ちょっとした苦しみが蘇る。まあ、そこはしょうがないね。二人とも、どうかした？どい、ニコ、よくも僕たちの心をも。お兄ちゃん、もっと、それはかんべ、ごほん。おとろしい従業員。ニコやマナ、ネコマタって呼んでいいぞ。今はジャトヤで働いてるんだ。なるほどね、ここに入ったってことね。あ、これ、ちょっと、できないの。またはジャプヤに入るの、まあ意外でもないね。ビジョンには裏はありそうだからな。
う。こんなのあんの？ここですかい。こん、もう飾れるのね。では一番真ん中に最初もだし。オッケー、5番。なんかいっぱいあるんだね。なんかいっぱいあるね。直せるわけではないの？あ、流せるやん。を聞くところで音を変えるっていうわけではない。そう。またこれで差は出るね。通り以来は、で、なんかいいこと。打ってないんだよな。試しよう。ま、お試しようどう。本当にできるじゃん。向こうにすると自分で、なあ、そうそう、それでいいんだよってなるな。ラボへ？戦闘依頼、アラザック依頼。は、アップデートしてるね。本当、クイダーの振り合い。似合いすわ。できることはなさそうだね。なんだ、またなんかある。あ、休むのか。朝まで休みますかね、ひとまず。ファールマン逮捕。でもこいつ、課題やったからな。地獄からの救出。どんどん増えていってるなね。ネットに横になると今回に例の剣幕を思い起こさずにはいられなかった。ジャッピアとネットマタのことはそう、ここにハッピーエンド。そうだね。チンコはわからんと。まあ、最後にしかわからんなん。まあ、新規一点で行きましょう。頑張ろう。はい。いえ、プロ騎士業がうまくいかないと、こう、ミドヨーヤを当てにする。めっちゃ来てるやん。あ、てか、星子のお姉さん来てるやん。二度服じゃないし。これはコスチューム、なんたらかんたらもありそうですね。お、なんかめっちゃ話してんな。目の少女はあっさりとビゲウヤを出ていった。まあ、普段からエイティギアスを戦ってるからね、多分。
なるほど。新しい。なんか解放されたってことかな？ちょっと行ってみましょうか。はい、いました。なんか解放されてます？はい。あ、スキルが解放される。はい、というわけで。ダーミーに行くか。はい。というわけで、次のところで、ラーメン屋にやってきました。あ、てか、ラーメン屋。ね、どういうこと？ラーメン屋からも話があるし、ってこと？うん、増えたよってことね。ってことは、コーヒーも、あ、間違えた、ぶかおちゃう。コーヒーも増えてるってことね。熱が増えたんですね。とってもスクラッチしとこう。打ち替わる。ん？やったね。じゃあ、お兄ちゃんから話を聞きまして、ろ過した後。迷惑メール。なるほど、なんか追加されましたね。まだあるのかな？なんか、お兄ちゃん生活楽しんでんな。ゲームでは一日はやる。すぐ時間帯、昼、朝、昼、用意すぎや。ストーリー戦闘探索依頼だって、都市タイプの依頼を発表する。無計することで時間を進めることができる。時間システムなんだ。あ、他にいる。なるほど。おとなしいなかってことかな。じゃあまあ、今日はできることはしたから、このぐらいで終わりましょうか。はい。先週でね、戦闘もよもよは、デイリー戦闘は込めときますね。ではでは、またね。バイバイ。